続いてトーマ選手から延長判定勝ち、 K1 ワールドグランプリフェザー級王者郡司大斗選手の登場です。奥のムービーカメラにも出演をお願いします。ありがとうございます。ご着席ください。まずは郡司選手から昨日の試合を振り返っていただきます。チャンピオンになってからの初戦っていうこともあって、KO を狙ってたんですけど、判定勝ちで延長になってしまって、そこは改善するべき点かなっていう、なんか内容もダメダメだったんで直していこうかなって思った試合ですね。それでは質疑応答に移ります。ご質問のある方どうぞ。改めてこう内容をこう振り返ってみて、こう苦戦した原因というのはどの辺にあったと考えていらっしゃいますか？正直、プレッシャーもありましたし、やっぱりその飛び膝を警戒しすぎて中に入れなかったのもあって、やっぱりあと一番は一発で倒せる武器が少ないなというのはすごい感じましたね。こう KO できなかった部分というのはやっぱりこうちょっと反省点として捉えているところではありますか？そうですね、僕はもう KO 以外負けだと思ってるんで、今回の試合は僕の中で負けだと思ってるんで、そういった中で、次から改善できるようにしたいなと思ってます。今回大会で椿原選手も勝って、トーマ選手みたいにこう若い選手もこう出てきている中で、こう今自分はチャンピオンとして狙われる立場になっているということについて、こう改めてどのように感じていらっしゃいますか？そうですね、追われてる立場なんですけど、僕は挑戦し続けてやっぱり強い選手とやっていきたいんで、日本人じゃなくても外国人選手でも強い選手はいっぱいいると思うんで、そういった選手にも勝てるように練習していきたいなって思ってます。他にご質問のある方どうぞ。トーマ選手の何がこう一番戦いにくかったですか？そうですね、距離を取ってミドルはすごい重くて入りづらかったなっていうのは一番の印象でしたね。それに対して郡司選手がその倒しに行く気持ちがこう空回りしたってどうかったんですか？そうですね、無理に行こうと思ってたんですけど、中に入れずちょっとやりづらさが残って空回りしたって感じですね。実際この反省を生かしてこう次はこう KO できるんじゃないかなっていう感触はありますか？そうですね、いろいろ試合中も考えることが多かったんですけど、無で戦ってやればおのずと KO は出てくるのかなっていうのはあるんで、何も考えずに投資に行くことだけ考えてやれば多分次は KO できるかなって思ってます。他にご質問のある方よろしいでしょうか？それでは郡司大斗選手以上とさせていただきます。ありがとうございました。